こんにちは、シドニーのセラピスト庄司です。よー。今日もですね、秘術の話を続けさせてもらいます。今日はパート3ですね、パート1とパート2は下の欄にリンク貼っておきますので、そちら先にご覧になってください。今日もどちらかというと、素人さん向けというよりかどちらかというと専門家さんですね、プロのセラピストに向けてのお話になると思います。秘術を見る上では、秘術をやっつける上でも絶対に忘れちゃいけないのが前腕のアライメントなんですよ。肘から先、手のひらも含めた肘から先のアライメント、何が正しいアライメントがで、どういうふうにして動くべきなのか、どういうふうにして可動関節を動かすべきなのかっていうのを知りましょう。それでお話ししていきますね。では前腕いきましょう。前腕の正しいアライメント、ポイントは2つ。1つ目、前腕に骨2本あるじゃないですか。こちら側頭骨、こちら側尺骨で、皆さん知ってますか？頭骨、こちらにある骨の延長線上どこに行くか、知ってますか？皆さん、尺骨の延長線上知ってますか？どこか。頭骨は、延長線は、これをずっと先を伸ばすと、第三中枢骨に来るんですよ。で、第三中枢骨は、もちろん中指につながっていると。だから中指、第三中枢骨、頭骨って一直線と考えてほしいんです。で、それに対して尺骨は第四中枢骨、そして薬指、これが一直線なんですね。これが一直線なんですよ。だから手首を伸展させましょうと、手首を伸展する動きの時、どこを目指すかっていうと、薬指の爪あるでしょ。薬指の爪と肘の先っちょ、中頭ですね。この距離が一番近づく距離が正しい伸展のストレッチなんですよ。今わかりますか？中指、薬指の爪と肘の先端、この距離を近づけることが正しい伸展ストレッチなんですよ。で、おそらくですね、これはまあ僕の仮定ですけれども、正常可動域はこうパッシブレンジオブモーションテストした時、多動的関節可動域、多動的に関節を動かした時に90度ぐらいが正常なんですよ。90度ぐらい行くのが正常なんですね。これがいかない人、もう例えば今こういう風になってますと、45度で開いたーってなる人、これでもうパッツンってなってしまう人、前腕クッキングがね、硬いですよね。短縮してますよね。クッキングというと、やっぱり肘の内側にくっついている等速手根屈筋だとか、長小筋だとか、尺側手根屈筋だとか、まあ仙指屈筋とか、もうそのクッキングですよね、が使われすぎてて、短縮、短くなってんですよ。手のひらが90度いかないっていうことは、そこが短縮しています。で、こちらが関節が動かないから、こちらに問題が出るかというと、そうではないんです。人間のちょっと難しいところで、ここが悪くっても別の箇所が痛むことが本当に多いんですよね。なぜか僕は分からないです。説明できないです、その医学的科学的には。なぜか分からないけど、こちらが悪いのに肘が痛いとか、こちらが悪いのにバネ指とか、こちらが悪いのに首が痛いとか、しょっちゅうあるんですよ。なぜならば、もう筋肉たちは引っ張り合っているから、全身の筋肉はつながっているからっていうのが僕の仮説なんですね。だからちょっと肘痛の話に戻ると、手首の関節可動域が悪い人は、どうしてもこっちの関節が動きが悪いと、前後の関節に負担がかかってしまうんですよ。英語で言うと、このコンペンセーション、
日本語で言うところの代償作用ですね。代償作用としてこちらが関節の動きが悪ければ周りの関節も負担がかかってしまう、その結果痛んでしまうということが圧倒的に多いんです。で、肘痛の人に伸展のストレッチをさせた、この動きをさせたらところもう手首が曲がらない、その結果肘に問題を持っているっていう人が多いんですね。で、そういう人を見たらもう肘痛いところをフォーカスする、肘が悪いっていうよりかは手首が悪いと。で、もっと言えば筋肉たちが、腹筋群たちが可短縮、正常な長さより短くなっているがために肘が伸びなくって困っているとか、そっちなんですね。そういう風にしてホリスティックに考えていく必要があると思います。だから、あの、体って全身つながってますからね。これは重症の人、肘痛がなかなか治らない人っていうのは肘だけの問題じゃなくて手首、指で、肩関節、首関節で、股関節、膝関節、足首関節まで影響しています。だから体全体の歪みが肘の問題を起こしているっていうこと。だから重症になればなるほど治るのも時間はかかります。それなりの施術の回数も必要になるでしょう。ただし、まあ、正しい施術を受ければもう受けるごとに痛みは減ってくる、受けるごとに正常可動域に近づいていくと、これはもう間違いないんですね。だからそちらを目指して頑張ってほしいなと思います。というわけで今回、3回に分けて肘痛の治療に関してちょっとお話しさせていただきました。なんとかしてね、やってこられる患者様を楽にしてあげてください。この正しい考え方さえあれば肘痛は本当に怖くないです。僕がもうほぼほぼ百発百中で治しているのは、その、理論、考え方が正しいからだと思っています。もし何か、聞きたいことがあれば、僕に直接メッセージいただくなり、Facebook でね、お話、メッセンジャーで聞いてください。あと、コミュニティもありますので、いつでもご参加ください。というわけで、指導人のセラピスト、庄司でした。どうも。